どうも、映画プレゼンターの赤谷武也でございます。さあ、今回紹介するのはこちら、前代未聞の映像実験、ドキュメンタリーの現代的リブート作品、日の丸寺山修司40年目の挑発でございます。ドキュメンタリー映画って史実や人物を掘り下げる作品が多いんですが、実験的な試みの記録作品も多くあります。そこで今回紹介する日の丸、これは挑戦的な実験企画のドキュメンタリーでございます。かつて TBS 開局史上最大の問題作と言われた伝説的な実験ドキュメンタリーを現代版にリメイクしてみようと、それが日の丸。そこで今回はこの作品をより楽しんでご覧いただくために、こんなコーナーをご用意しました。見逃さないでほしい注目ポイント3箇条。まず注目ポイントその1はこちら、放送時どう考えても問題作だった攻めまくったドキュメンタリー。1955年4月に開局した TBS、 そして12年後1967年に建国記念日の適用が開始、その初めての建国記念日の2日前に放送されたのが日の丸。構成を担当したのは寺山修司。寺山修司といえば詩人であり劇作家、劇団天井さじきを立ち上げ、演劇界のみならずテレビ、文芸などさまざまな文化に影響を与えたクリエイター。そんな彼が仕掛けたこの番組は全編街頭インタビューのみで、街行く人に同じ質問を矢継ぎ早に繰り返していくんですが、主な質問内容がこちら。日の丸といったら何を思い浮かべますか？あなたの家に日の丸はありますか？日の丸の赤は何を意味していると思いますか？祖国を愛していますか？外国の友達はいますか？戦争になったらその人と戦えますか？と、今なら炎上案件てんこ盛りの質問集。もちろん放送直後から物議を醸しまくったんですが、同じ質問を現代人にぶつけたらどうなるのか、そこでこの作品が誕生しました。続いて注目ポイントその2はこちら、55年で大きく変わった国家への思想とアイデンティティ。今作の監督は TBS ドラマ制作部の蔡大樹。作家寺山修司にインスパイアされた彼が町へ飛び出し、急に日の丸のことを聞いてくる、もはや完全に不審者、しかも超しつこいという迷惑系 YouTuber 的な突撃を繰り返す。でも昔の答えと現代の答えのギャップがめちゃくちゃ面白い。55年前の人々の答えはすごいシンプル、それに対し現代の人はリアクション込みでいろいろと複雑で、現代が幸せなのかすっごい不安になってくるんですね。マイクを向けられたリアクション、そして時代を超えても変わらない答えはあるのか、注目です。そして最後注目ポイントその3はこちら、多様化した問題が浮き彫りに、迷いながら突き進む監督の歩み。もう何百人単位で質問を続けた監督は愛国心や個人の思想の変化を感じ取るんですが、そもそも日本人って何だろう、ドキュメンタリーって何だろう、そして日の丸はなぜ作られたのかと、次々と湧き出る疑問の答えを探して必要にインタビューを続ける監督は一体どこにたどり着くのか。テレビの限界に挑んだ人々の思いに触れ、激動の現代における自分たちの存在を問う日の丸寺山修司40年目の挑発は2月24日より公開でございます。